お願いします。はい、よろしくお願いします。田辺さんです。田辺です。そういうのいらない。いらない。トカチン漁。トカチンの追い込み漁をします。そうですね、こんな大きなマグロをみんなで海で追い込んで、でそれを網に囲って、うん、でそれで手づかみでマグロを、あ、手づかみでマグロをあげるんですか。あげる。あ、じゃあ海側と陸側に分かれてる感じ。そう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 。うん、一番大変な陸側だけど、海側は海側で責任を伴うけど、うん、追い込みはもうコンビネーションなので、あと運。追い込みってどういう風に追い込むんですか。追い込みはあれだった器具、うん、あれを一人一人が持って、うん、一人一人が垂らして、でもし自分のところにトカチンが来たら重りをドーンと落として、マグロがちょっとびっくりして、で あとはヒラ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 で、なんか怖いな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 って言って、まあ逃げてくるんです。なのであれをみんながこう持って、ゆっくりゆっくり驚かせないように追い込む感じの。一人でもね、穴が開くとそこから全部ビビって逃げていく。そう、逃げていっちゃうんです。なので開けないようにもそうだし、ああいった器具とかも全部手作りなんですけど、サンゴに引っかかったりするとダメなんで、一人でももたもたしてるとそれに合わせながらなんで、チームワーク。しかもやったことない人がの方が多いんで、今日は僕も見たことしかないんで。最終的にあそこに追い込む、手前の手前のところのくぼんでるところぐらいまで追い込んで、で、まあ、カーテンみたいにして、あの追い込んだ先でこの網をかけて、で最終的にはこれをぐるーっと囲めれば、あ、負けるんですね。うん、負ければもうマグロの水族館完成。そんな感じです。お疲れ様でした。結局ダメでしたね。難しいですね。魚自体が少なかったのと、追い込み漁する人たちが経験者少なかったの。また来年ですか。いや、明日。明日？明日12時から。もうちょい経験者が増えると。明日取れたらいいですね。明日はもういっぱい取るんで、経験者が増えるし。期待しておきます。任しておいてください。ありがとうございました。おはようございます。お疲れ様でした。帰りましょう。帰りましょう。はい。